おはようございます、えー、今日の話は「プロップテックの衝撃」という櫻井俊さんの本の中から同名の題で書きましたソフトウェアイズ・イティング・ザ・ワールドというのはソフトウェアが世界を飲み込むこれはネットスケープの開発者でベンチャー投資家としても知られているマーク・アンドリーセンさんが2011年に発した言葉ですね、まあ、あれから10年がたってこの要件は見事に的中しました アイアンビー・ネットフリックスなどあらゆるサービスが誕生してリアルな世界を埋め込んでいきましたこれらの企業は特にプラットフォーマーと呼ばれて世界中に事業を展開する巨大な企業へと成長しましたで、まあ、ソフトウェアはあらゆる産業を飲み込んでいきましたが残っていたのは不動産実業が存在する真にリアルな産業でした ベンチャー投資家をはじめ IT のプロたちは当初このリアルな産業へのスタートアップの展開を避けていたんですねそれはなぜかというとスタートアップというのはテクノロジーを用いていわば指数関数的な急成長を遂げることを求められていたからです実物の不動産を扱うには多額の資金を必要としたしまたスケール、まあ、拡大することは非常に難しいというふうに考えられていたんですねさらに IT ビジネスの鉄則は持たない経営であり 在庫や従業員など多くを持つ必要があるビジネス,ジネスというのはスタートアップから遠く離れた存在として見られていました、まあ、しかしながらですねアメリカでは数百兆円という市場規模がありまして国内の市場規模も46兆円という不動産の巨大な市場にですねスタートアップによる変革の波がどんどん今押し寄せているとプロプテックというのはプロパティ 土地建物かけるテクノロジーを合わせた造語なんですね分かりやすく言えばフィンテックの不動産版ですフィンテックというのはファイナンス金融とテクノロジーで、まあ、農業ですとアゴリテック食ですとフードテック医療ですとメドテックなどがあるわけですけれどもその例えばですね今 日本えー、とこれからアメリカ2020年にアメリカで上場したオンラインによる不動産買い取り、再販を展開するオープンドアという会社がありましてこれは2014年の設立ながらなんと今は時価総額1.5兆円売上2500億円に成長しています。 これは非常に大きな日本で言えば三菱商、三井不動産、住友に不動産につ4番目の時価総額ですね、この会社はまだ日本には来ていませんがこういうところが虎視眈々と日本を狙っているということなんですね。じゃあ今日これで終わります。